9階の番長こと清原和弘、そして清原の腰巾着、舎弟、弟子と言われ、いつも清原と行動を共にしたチームのムードメーカーでお調子者でもある元木大介。巨人でチームメイトだった2人はメディアに取り上げられることも多々あり、一緒にいるイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。しかし元木が見た8年前の清原をきっかけに、清原が現役を引退してから2人の関係が崩れていることをご存知ですか？清原と仲が良かった元木の態度が一変しているのはなぜなのか、そして元木大介だけが知っている本当の清原とは何なのでしょうか。今回は清原と元木2人の本当の関係性に迫っていきます。高校時代の清原氏。清原は中学時代の大活躍により、高校は30校近いスカウトを受けました。その中から PL 学園高校を選んだ清原。少数精鋭というスタイルをとる PL 学園では、学年に関係なく、同じメニューの練習を実施していることが進路の決め手となったようです。清原は入学当初は投手希望でした。しかし1年の頃に投手を断念します。その理由は同期の桑田真澄の存在でした。桑田には絶対勝てないと野手を選んだことを清原が明かしています。清原は入学当初、桑田を探し、その姿を発見すると、なんだ、こんな小さいやつかと思ったそうです。しかし実際の投球を見て、PL 学園で投手になることを断念したというのです。相当桑田のレベルがずば抜けていたのでしょう。バッティング練習の際には竹バットを使用していた清原。飛距離が出ない竹バットですが、ネットを越えて場外に飛ばしていたため、清原用の金網が継ぎ出され、清原ネットと名が付くほどすごかったようです。清原は PL 学園野球部で1年生から4番に抜擢されます。エース桑田と共に甲子園に5期連続出場を果たし、1年生の夏に優勝、2年生の春夏は共に準優勝、3年生の春はベスト4、3年生の夏には2度目の優勝を経験しました。また、甲子園通算13本塁打、高校通算64本塁打も記録します。3年夏の決勝戦で朝日放送アナウンサーだった植草貞雄は、甲子園は清原のためにあるのかと実況したことはあまりにも有名です。そして清原の伝説として残っているのは、高校通算であれば清原より打つ選手はいっぱいいるけど、清原ほど勝負強い高校生はいないということです。清原の凄さは通算ホームラン数の 75% が公式戦のホームラン。まさに本番に強い男と言えるでしょう。 KK コンビのドラフト事件の真相。エースと4番で1年生の頃から活躍し、 KK コンビと呼ばれるようになった桑田と清原。ドラフト会議の注目は KK コンビに注がれていました。当時の心境を清原はこのように振り返っています。巨人と阪神と中日には行くつもりだったんですよ。その意中の球団じゃなかったら僕は日本生命に行こうと思ってたんですよ。その時日本生命の社会人野球も強かったんで、プロ入団を決めていた清原に対して大学進学を公言していた桑田。清原は南海ホークス、日本ハムファイターズ、中日ドラゴンズ、近鉄バファローズ、西武ライオンズ、阪神タイガースの6球団から1位指名を受け、抽選の結果、西武が交渉権を獲得しました。ドラフト会議直後の記者会見では、失意で涙をためた清原の姿が放送されました。一方、大学進学を公言していた桑田を巨人がドラフト1位指名。結局、桑田は巨人への入団を決めました。この一件により、清原と桑田の関係に様々な噂が流れました。当時を清原はこのように振り返っています。当時、それで寮で暴動みたいなものが起きたんですよ。みんなバット持ってうろついてるわけですよ。桑田はいなくなりましたけど、桑田をやるみたいな感じで。まあそれでみんな集めて、もし万が一のことがあったら、僕がやらせたと思われたら嫌なんで、もう頼むからやめてくれってチームメイトをなだめて、俺もう西武行くからって言って。最終的には、西武どこにあるのとなった清原と寮生たち。寮生たちにあげた最初のサインが、西武になっていたことも話しました。また自宅で泣く清原を見て母親が「あんたが勝手に惚れて勝手に振られたんやないの、男らしく諦めなさい、男なら見返してやりなさい、泣いてる暇なんてないはずやで」と言い聞かせ、巨人を見返すために日本生命公式野球部の内定を取り下げ、ププロ入りを決断するに至ったことも明かしています。清原氏の西武時代。ドラフト1位で西武に入団し、新人王を獲得するなどプロの世界でも活躍しました。清原は23歳という若さで史上最年少の1億円プレイヤーとなりました。この活躍もあってか、当時の球団オーナーだった堤義明氏は清原を溺愛します。清原をマスコミやスキャンダルから守れと命令するほどだったようです。しかしオーナーが可愛がっているせいか、清原はチーム首脳陣の言うことをだんだんと聞かなくなってしまいます。そしてチームメイトや関係者からも距離を置かれる存在となっていってしまいました。西武時代のエピソード。清原が言うことを聞かなくなっていったエピソードを東尾との対談で清原自身が明かしています。1986年に西武に入団した清原にとって、東尾は西武時代の同僚であり監督です。当時は西武東証王国の大黒柱。野球や私生活で全部勉強させてもらった。先輩に可愛がってもらって、のびのびと野球をやらせてもらった。それで1年目にあれだけの成績を残せた。巨人だったら残せなかったと思う。と、東尾について振り返っています。ある年の春季キャンプ前日、清原は寮の門限を破ってしまいました。すごい額の罰金でライオンズを辞めようと思ったほどだったと言います。それを東尾氏が当時の森監督に直談判。罰金額を半額にしてもらった。キャンプ前に助けたんだ。そんな思いをしてキャンプに行くのはかわいそうだと思って。という男気エピソードを話しました。清原氏巨人へ移籍。西武で活躍し続けたことにより FA 権を取得した清原。憧れだった巨人へ移籍をします。近寄りがたい性格だったことに加えて、移籍組である清原は巨人のチームメイトと壁がありました。しかし、その壁を壊してくれた人物が元木大輔でした。広沢さんと元木がいなかったら自分はどうなっていたかわからない。と後に語るほど、巨人へ移籍してから元木に救われていたのです。プロ14年間の通算成績は891安打、66本塁打と、少し物足りない通算成績である元木。しかし現役時代の元木はクセモノと呼ばれるほど相手チームからは嫌な選手でした。配球の読み、ここ一番での勝負強さ、カット技術、隠し球、クセモノの名にふさわしい活躍をしていました。さらに元木は抜群の頭脳を生かしたプレーやチームのムード作りなど、チームが勝つためには絶対に必要な選手だったのです。そして清原軍団を結成し元木を引き入れました。元木は清原軍団のナンバー2と言われるようになりました。清原は元木にたくさんのいたずらを仕掛けていたようです。ある日の試合後、元木は球場内でシャワーを浴びて下着姿でいると、突然股間が熱くなってきました。そこでトイレに入って原因を確認すると、下着の内側に大量のサロメチールという筋肉疲労を和らげる塗り薬が塗られていたのです。また、試合後にユニフォームや下着をクリーニングに出し、クリーニングされて帰ってきた洗濯物を確認すると、黄色い女性用の下着が混ざっていたこともありました。びっくりして下着を手に取ってみると、元木の背番号2が書かれていたのです。クリーニング業者は背番号をもとに洗濯物を各選手に返送しています。そのため、女性用下着が元木の洗濯物に紛れ込んだようです。このいたずらは清原なりの愛情のように感じますね。本当の清原氏。清原の2000年頃は4番バッターとして3割近い打率を残していました。しかし、1999年以降、同年オフから肉体改造による筋肉増強を試みます。この肉体改造により体重は増加するも、膝の故障や肉離れが増加してしまいます。そのため怪我が多く、清原は巨人軍在籍の9年間で規定打席に達したのは3回という結果でした。ファンからの期待に応えることができず、さらには派手に夜な夜な六本木で遊び回る始末。そのド派手さは日に日に増していき、トレードマークになった両耳のダイヤモンドピアスは総額400万。970万の BMW を2年後には2600万のフェラーリテスタロッサに乗り換える豪快な振る舞い。次第に清原は番長と呼ばれるようになりました。番長こと清原は器の大きな人間でもありました。清原軍団ナンバー2の元木は2軍の選手の相談にもいろいろ乗ってあげてるのを僕は知っています。野球には本当に真摯に向き合っている方でした。と清原について語っています。また、清原と巨人でチームメイトだった西俊久は清原についてこう明かしています。やんちゃで豪快なところがとても頼もしく思える人。当時清原さんは多くのマスコミに追いかけられていたために他の選手に迷惑をかけないようにと大半の選手が帰った午後から練習に訪れていたのです。番長のイメージから練習に取り組んでいないと思われ、成績を残せていなかったように思えましたが、実際は違うようですね。さらに西同様に清原とチームメイトだった高橋久典もこのように明かしています。清原軍団とはメディアが作り出したもの。清原軍団は球場内だけ。遠征先でも清原さんは基本一人で食事に行っていました。面倒見はいいです。番長に加え清原軍団はメディアが作り出したものだったようですね。清原氏逮捕。巨人では仲が良さそうであった清原と元木。元木は2014年に出演したラジオで清原との交流は深くなかったと明かしています。現役を辞めてからはこれといった交流はないんです。これだけは言っておきたいんですけど、清原さんとは今は何の関係もありません。だって関係持てないでしょう。当時清原は薬物使用を疑われていました。そのため関係を持てないという発言が出たのでしょう。さらに僕は人間的には桑田さんタイプですから、少なくとも清原タイプではないですと清原を否定するような発言もしました。その後清原は2016年に覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されてしまいます。清原は覚醒剤をやっていないと明かしていた中での現行犯逮捕に多くのファンは落胆したことでしょう。元木は2018年にバラエティ番組に出演した際、清原さんとべったりじゃないんですかという質問に対して、いや違いますと即答します。世間的にも清原と元木は仲がいいと思われていました。しかし元木は清原との関係はもう続いていないような発言から、清原との縁を切ったように感じますね。清原は懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を受けました。その後薬物依存症の治療を受け更生できたとされています。そして現在は YouTuber として自身のチャンネルを開設、テレビ番組にも徐々に出演するようになりました。 YouTube やテレビ出演時には現役時代の苦悩や薬物依存になってしまった理由などを嘘偽りなく語っています。その中で清原に薬を売っていた売人が覚醒剤を吸っている時だけが番長から解放されているように見えたと明かしています。いつもメディアやファン、チームメイトから番長として期待され、世間からの期待やイメージを演じることに疲れてしまったのかもしれませんね。清原はとんねるずの石橋貴明の番組や中居正広の番組への出演をきっかけに再びテレビ出演できるようになりました。当然メディア復帰できたのは石橋と中居のおかげだと思われていました。しかし実際には清原軍団ナンバー2の元木の影響があったようです。元木は大手芸能プロダクションに所属している大神さんに、会長に清原の復帰をサポートしてほしいとお願いをしていました。この元木夫婦のおかげで清原は数々の番組 CM への出演が可能になりました。この事実を後に知ることになった清原は、元木夫婦には感謝していると当時を振り返っています。清原と縁を切ったかのような発言をしていた元木ですが、表向きには貢献できなかっただけのようですね。元木は2019年から巨人の一軍打撃走塁コーチに就任、2020年からはヘッドコーチに昇格しています。そんな元木に対して清原はこのように話しています。今の時代の選手たちに合ってるんじゃないですかね。僕たちの先輩後輩の厳しい時代よりもだんだんコーチと距離感が近くなって、そのコミュニケーションがうまいんじゃないですかね。現役時代は打撃を教えてもらいましたよ。視野が広い、よく見てる、僕の打席で見てる時に合図してくれる。東京ドームだと一塁側ベンチが見えるので、ファールを打った瞬間にもっとリラックスしろだとか、振りすぎだとか教えてくれる。そして最後には、それでかなりホームランを打たせてもらった。清原の偉大な記録である通算525本塁打。この記録の裏には、くせ者である元木のアドバイスがあったのです。原監督が清原へ手を振ったエピソード。2021年に甲子園で行われた巨人対阪神の解説を務めた清原。8対1で巨人が勝利した試合後、元木、原監督、宮本投手コーチの3人が解説者席の清原へ手を振り、清原も立ち上がり手を振り返して一礼という場面がありました。清原は目に涙を浮かべながらこのように語りました。元木ヘッドコーチの演出だと思うんですけど、まさか原さんがバックネット裏に手を振ってくるとは夢にも思っていなかったので、今まで頑張ってきて本当に良かったと思います。ありがとうございます。清原が現役の頃から引退した現在も清原を支えていたのは元木でした。清原には元木や巨人のチームメイトにしかわからない本当の清原の姿がありました。今後は元木への感謝を忘れずに、YouTube、テレビ出演、解説業に取り組んでくれることでしょう。そして、お互いを尊敬し合っていた清原と元木の2人が、また同じユニフォームを着てグラウンドに立っている姿をまた見てみたいですね。清原元木について感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。